はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回も強化俊英投手でやっていきます。で、またね、3股で来てるんですけども、今回は彼女編成を大幅に変えました。で、前回前イベ、まあ、結果的にはね、金徳は完走できたんですけど、前イベ自体がね、完走できなかったんで、やっぱちょっとね、スバルが重いかなというところがありまして、前イベに関しては、彼女キャラ2人で来てます。で、スバルはまたダークネビラを取るんで、後イベのコンノちゃんですね、コンノちゃんが不屈の魂なんで、まあ、先に不屈の魂を取っていければなと思ってます。で、打たれ強さ自体は、ナルミアも持ってるし、今回ね、立川を変化球キャラで入れてます。で、立川とナルミアが結構タイピンとかも被ってたりするんで、まあ、ここでね、コツを潰していければと思ってます。ハイスピンジャイロはね、ちょっと、ジャイロボールのコツ取れないんで、まあ、また例によってランダムで取れることを祈りましょう。で、マネちゃんに関してはあれ、骸骨もらえるんだね。ディレイドアームの、骸骨玉持ちか、多分これイベント強化されてもらえるようになったのかな。で、今野ちゃんに関しては、一応この2人か、マネちゃんと今野ちゃんは2回目で彼女にできるので、1回目でもできるんですけども、2回目彼女を狙っていきましょう。まあ、3人いるんでね、まあ、誰かが彼女になってくれればクリスマスは大丈夫なんで。で、バレンタインはね、ちょっと今野ちゃんでいきたいんですよね。確か敏捷ポイントをくれるはずなんで、まあ、一応そんな感じでやっていきましょう。まあ、例によって、お、ここいいね。監督評価もね、気にしないといけないんで。で、前回はね、井戸端が起きなかったんで、それは良かったんですけど、多少やっぱり練習でも彼女は追っていかないときついかな。これはもうここだな。練習がいいね、今のところ。みんなの評価を上げつつ、彼女評価も上げられる。奪三振が若干厳しいのかな、鳴宮しか持ってないんで。いや、マネちゃんとかもな、あんまりイベント把握してないからね頻繁に使うキャラではないんで、これどうしようかな。監督評価気にしていこう。お前の力はそんなものかって、結構厳しい監督だね。監督のさ、容姿は変わらないけどさ、もう高校によって全然性格違うからね、まあ、あとはね、スバルのイベントがなるべく早めに起こらないように祈る感じですね。あ、どうしようかな。コンノちゃんをまず乗せるか、ちょうど回復もできるし。起こらないね、追加イベントが起こらないね。前イベの彼女はね、ちょっと悩んだんですよね。ビビちゃんにするか、それかね、マジカルーちゃんとか使ったことないんで、マジカルーちゃんもね、ちょっと考えたんですけど、これはこっちでいきましょう。クロスキャノンがね、どうしても骸骨取れないんで、クロスファイヤーが。まあ、ハイスピンジャイロにするか、クロスキャノンにするかって言ったら、なんとなくハイスピンジャイロかなみたいなそんな感じで今回は選んでます。今野ちゃんまだか、もう一回練習必要だね。これでとりあえずは大丈夫でしょう。で、雑用でどんどん評価が上がってくれるといいんだけどね。こればっかりはやっぱり運だからな。選択しよう。なんで選択でそんなに動き回ってんの。緊急登板とか。あ、今野ちゃん、今野ちゃんはまあある程度大丈夫だね。じゃあここもちょっと経験点を取ってこう。こいつらわりかしさ、自由に練習してるよね。技術が欲しいかな。よし、マネちゃんの評価も上げつつ、チユちゃんがいればね、ここでも
評価が上がったりしたんですけど、逃げ玉いいね。ただ今回は別に本塁打厳禁がないからね。ってか幻の1球が走り出した。とっとととっととどっか行ってくれスバル。要所、来ないか。2回来てくれるとな、結構でかいんだけどな。キレいいね。誰か来て誰も来ない、まあ、とりあえずコンノちゃんが乗ったか。自分で交渉しよう。牽制で、マネちゃんもこれででも結構評価上がったよね。でカーブは持ってんのか。ビビちゃんの評価を上げていきますか。じゃあ選択肢はこれあれだね、評価が上がるやつをどんどんやっていきましょう。彼女系に関してはで告白1回目、これは1回目スルーしよう。これはね駆け引きだ、駆け引きが必要だ。でさらに今野ちゃんのは大丈夫だけれども、今野ちゃんしかいないからここにしよう。ほんと追加イベント起きないな。コーチがメンタルにいる。守備は4パーか。ビビちゃんどうだろうね。早めに評価上げとこう。追加イベント起きない小平くんかい。で今野ちゃんの1回目、これもスルーしよう。あれ頑張れの方か告白じゃなかった。さあ初回がほんとね厳しいんだよね。笠原くんちょっとやる気あるね。ただ能力自体はそこまで強いキャラじゃないんで、カーブで攻めよう。おい危ねえ。必ず1回はバットに当てられんな。満点、ここ満点取れればめちゃでかいぞ。よしよしよし、出だしはかなり好調だな。あとは彼女、ちょっと危険になったら、危険水域まで来たら今野ちゃんは1回で彼女にしましょう。ここら辺はちょっと臨機応変にね見ていかないと。でビビちゃんも乗ったんで、まあただ評価は上げておきますか。評価はねちょっと多ければ多いほどいいからね、前回学んだから。エクスプロージョンの方か。でこれもちょっとあれだね、評価上げてこう。でビビちゃんもカライベントがあるのがね、誰もいねえんだけど俺は何をすればいいんだ今週。何もすることがない。かといって休むのもな、もったいないしな。メンタルでもやっとく。ドキドキ。11月3週か。3人いるからな、大丈夫だよな。ちょっとこれどっちがいいんだ。イベント確認します。こっちが緩急でこっちが逃げ玉ですね。じゃあなんとなくだけど緩急にしとく。逃げ玉はさっき1で取れたからね。変化球ポイントくれんのか。さあこの12月から候補いっぱいいるね彼女勝負だ。誰が最初に告白を成就させるか。俺はいつでも待ってるぞ。小平君、君のイベントはいいよ。でこれガバッといきますか。体力がねいっぱいあるんで。変化球ポイント10しかもらえないけど。うわ前指起きなかった。いや大丈夫か、なんかすげえ怖くなってきたな。どうしようかな。スカウトさん評価を上げとこう。スカウト評価もね上げないとね。
さあまずアトイベ頑張れかよ。ビビちゃんかマネちゃん、これは監督かアドバイスを聞こう。かなり危険だマジで危険だ。全然デートができてないね。これまたデートが詰まるんだな。そうすると序盤は調子よかったけど、クリスマスが一人になるぞこのままだと。これはドキドキ、よしよしよしよくぞ間に合ったコンノちゃん。いや告白をしよう。いやみんなシャイだね。よし低め、じゃあそうだね、デートを進めていきますか。まあ、体力はマックスですけど、ちょっとねシャイな子が多いんで早めにデートを誘ってあげないとね。12月の3週にさ抜き打ちテストなんてやるんだ。もう期末テスト終わったでしょ。で多分コンノちゃんがどんどん評価上がっていくはずなんで、これ4つ入ったよね。バレンタインも大丈夫でしょう。じゃあこういう時にあげられる時にビビちゃんもあげておきますか。よしラブパワーといってもな、別に練習しないからな。野球が上手くなりたい。大吉、中吉、そろそろ能力を上げましょう。次は試験なんでね。カーブ2種類持っておくか。そうするとやっぱスライダーだな。でカーブを3にしておきますか。コントロールはなコツがないからな。球速を135、なんとなくだけど。あとは緩急を持っておくか。低めも取っておこう。で勝ち運はなんとなく取っておこう、試合に役立つから。まあそんなもんかな。じゃあデートしよう。ちょっと待ってね、他のキャラが上げられるかどうか。まあコンノちゃんしかいないんでデートをして少し進めますか。こんだけいるとねどっかでカラデートが出そうだからね。ラブパワー中のデートか。さあ2回目、ここもキープできればでかいね。もう前回は試験がボロボロだったからね。カーブから攻めよう。朝原くん、うおーいきなり打たれた。何こいつ本当に、めっちゃ打ってくんだけど。積極打法を持ってるんじゃないかっていうくらい打ってくるな。よーし8分ねーって言ってももう1本打たれてるからさ、めっちゃ減るんだよね。36ポイントとかだっけ。いや減りすぎでしょう。内角内角をつかめたか。あマネちゃんがいるな。ちょっとマネちゃん1回あげとこう。でそうするとね2月の1週からはまた、あれこれやる気下がった、まあ、頑張ればねもうあれだね、体力回復っていうよりは経験点をもらいに行くという。でクールダウンも特に意味ないんで。よしじゃあまたデートしますか。最悪コンノちゃんとか終わらせちゃってもいいかな。これもなんか選択肢があるのか、ちょっと見てみましょう。デートタイピンか逃げ玉か尻上がりか。タイピンだな。
ここら辺はコツでいこう。よし、そうか、スバルもいるから不屈の魂先に取っちゃってもいいのか。いや175も使うのか。せめてコツ1とか欲しいんだけどな。コンノちゃんはもう乗ったね、乗ったから、乗ったから、本当はあんまりデートしたくないんだけど。でスバル最初に戻すか、まあ、勝たないといけないけどね。そうするとで2月の1周になったんでまたこれか、やる気が下がった。ちょっとさ、勝負前にやる気が下がっちゃったんだけど、まあいいや、呼び戻そう。いないスバルが。立川ってさ勝手に戻ってくるのかな。げー、こいつも勝負か。みんな勝負大好きだな、全員勝負か。そうするとこれはちゃんとボール球もうまく使いながら投球していきましょう。一球スライダーをちょっと外そう。プレッ。でカーブを低め。おお、怖いスライダーを低めに。いや無理か、これはちょっとストレートどうしよう、すげえ迷った迷った挙句わけわかんないとこに投げて運よく勝った。投手、なるほどね。いやちょっと他のさ、お二人さん何してんの全然イベントが進まないんですけど。で敏捷ポイントが入ってるので、これはかなり助かるね。スバルでいこう。力が欲しい、我に力を、闇の力をよこせ。あれスバルって左利きだっけ、右投げ左打ちなの。よし、今ちょっと外れたかなって思ったけど、フレッ、やったぜー。貴様の力はもらい受ける。なんて言ってんのこれ。あ、普通に野球部に戻ろうって言ってるだけか。でみんなの人気者、ここら辺はもう適当に進めてくれっていう。なるべくね、能力を上げてから金徳に向かいたいんで、せめて。スライダー、マジか、全然前エビが起きないね。飽きてきたしっててるくせに勝負を仕掛けてくるのか。うわやるな、これって経験点入んの一応ちょっとだけ。あれこれどっちだっけ。お疲れ、タイピン、よしよしよし。でマネちゃん告白しよう、仕方ないなってマネちゃん進めていこう。玉持ち、やったぜ。ただその前にメイ、もう一回勝負だ。もうほんと勝負系きついよな。で勝負が終わった後も結局またデートしないといけないからね。もう振りすぎだよこいつら。よし、こういうとこで振ってくれるのは助かる。あっき打ち持ってんのか。ちょっと外す位置に気をつけないとね。カーブを決める、やったー。でもまあ瞬間はね、本当になんかこうサクセスって感じがするところがいいよね。
もう本当に試験とかねこれいっぱいあってさ、野球をやってるっていう感じがする。その分ちょっとね打たれたりしてストレスも溜まったりするんですけど、まあ、それも、ね、やっぱり含めてサクセスだから。やっぱりおお入ったか。この際どいところに、よーし。でこれは20か。ちょっとまたそろそろ上げていこう。練習をしてる暇はないからね。変化球は上げられないってことは、タイピンどうするも700あんのか。取っちゃおう。キレッキレも取ろう。投手も取っちゃっていいや。要所結構精神使うねこれ。呼び戻そう。まエリート組だけど。誰これ。肩の花井戸田沼田石なんとかおまた。チェンジアップってでもさ、ちょっと浮いたとしてもそんな簡単に打てるのかね。俺全然打てない。なんか来たんだけど。いやこれはちょっともう無難に行こう。体力マックスだけどさ。失敗しおった。まあどうせ呼び戻すからいいんだけどさ。いいんだけどさ。まさか失敗するとはな。まああとデートしかしないからね。負け惜しみじゃないよ。別に体勢に影響はない。これは何が発動してるの。あれか、闘志が発動してんのか。フレッ、振らない。スライダーを外から。やばい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 、めっちゃ外れた。ちょっとこれはちょっと真ん中にしよう。今のアンダなのか。カラスも戻せなかったな。マジか。帰ってきてしまった。しょうがない。これでやる気が上がって体力が回復するかな、ビビちゃんって。いやカラスマを戻せなかったか。1回しか余裕がないからね。投手はそれを考えると難しいね。野手もね結局10球勝負なんで、試験がそれはそれで難しいんだよね。コツが来てるね。監督は大丈夫か。でも立川か。コツはやろう。打たれ強さ何気に欲しい。監督結構大丈夫だね、こうやって考えてみると。なんで俺最初の方ダメだったんだろう。あこつね。スバルかやろう。いやデート大丈夫か。ただやっぱりでまだスバルは2回目が来てないから、もうちょっとコンノちゃん置いておいて大丈夫かな。でこれは病院に行ってもらおう。とうとう3年生のやつまた来てるし。おおこれは無理だー、これは無理だー。しょうがない。超美味しかったんだけどね。ダブルタックプラスコツだからね。デートしよう。進めよう、マジで進めよう。このお二人さん、マネちゃんと、あれマネちゃんってなんか下がんなかったっけ、どっかで。そういうのなくなったのかな。これもそうか、確定じゃないんだ。そういえば忘れてた。わりかし成功率が低いっていうことも忘れてた。いやーここは取りたいね。そうすると
おお、もうめちゃ打ってくんな本当に。高めのストレートとか。よーし、まあしょうがないね。ラストにかけよう、ラストに。初回でまあ満点取れたのがなんとかなってるかな。リリース、いらんわー。で、ビビちゃん、もう完全にデート尽くしだなこっから。あと問題は井戸端が来るかどうか。そしてスバルが来たか。ぶん殴ろう。もう一個くらいちょっと変化球上げておきたいね。カーブにしておこう。でお出かけで、今野ちゃんと。これで一応今野ちゃんは完走だよね。口の魂、くまなく観察して、次でなんかスバルとか来たらなんかあれだな。こっちか、危ない危ない。行ってこいお前が。いいな、俺も闇の力が欲しいな。不屈の魂直取りしよう。300、しょうがないで、もうマジでデート、マジデートよ。5月になるか。来るなら早く来てほしいよね本当に。穴場、13、評価はとにかく上がってほしい。おお、暗黒の星々、まあ、成功すればね別になんてことはないんだけど。どうだ、おお、すっぽ抜けた。ちょっと待って、これどうなんの、変わんのかな、なんか難しいなこの球。さあこれからも共に暗黒を極めるぞ。おお、まあ別に何もなしかガラスのハート回避できたけどさ、やっぱ成功してなんぼだからね。でこれでビビちゃんも2回目だよね。いやー厳しいな。ナルミヤも2回目と。奪三振が取れてないからね。うお、来たー練習できるときはちょっと練習しよう。練習できねえか、できないから戻せるやつを先に戻したい気持ち。どうしようかな、進めよう、進めるやつを進めよう。ここどうなってんの、これなんかね、こっからまた下げられるとかなり厳しいんだよな。おお、下がったー、マジか。違う、2人とも失敗しやがった。いやこれもタックとかよりさあ、やっとこう。これは技術がだいぶ溜まってきたね。よし、まあまあまあ、これでマネちゃんの評価でしょ。これはいやー、やりたいんだけどさ、もう5月の4週だからね。ちょっとコントロール上げとこう。 D クライン140キロ、変化球はもうちょっと無理だな、伸ばせない。でちょっとまずはマネちゃんを終わらせちゃおう。これが4回目だっけ。そうか、ここで下がるのがな、きつかったな。20も下げられたかんね。しかもなんていうの、
本来だったら結構上がんねえのか。上がるべきところが下がるっていう感じだからダブルパンチだな。いやまあ成功してくれたのはまあいいんだけど、いいんだけど、モテモテになりたいな。モテモテにしてくれ俺を、小平、男小平頼むぞ、俺をモテモテにしてくれ。ならない。コツが来てるけどちょっと無理だ。今野ちゃんは練習をして戻そう。追加発生しろ頼む。よし、とりあえず今野ちゃん大丈夫。これでもう喧嘩とかもいいよ。で立川だけか。ビビちゃん、そう追加イベントが発生すればね、マネちゃんは練習をしないと絶対無理だな。でビビちゃん、これが3回目だね。評価がどんどん上がってくれればいいんだけど、8か13とかね上がってくれるといいんだけどね。だからマネちゃんがいたらちょっとマネちゃんを優先的に練習に誘って、練習に誘ってっていうのも変だけどさ。で6月の4週か、ちょっと6月の4週は練習してもいいかもね。そうするとあと2回でしょ確かデートするの。だから練習に顔を出したときは積極的に練習しよう。もうなんでさ、これサクセスやってる気がするとか言ってるくせにさデートばっかりだからな。いや3またほんときついわ。あと俺は2、うおー 2.5 またがねいいと思うんだよね。だから野手の場合はホムラちゃんを入れてホムマタデッキにして、投手の場合はなんだっけあの子よ、レンチョン入れて、おお危ねえ 2.5 股にすると、まあ最大値とかはねちょっと狙うんだったら3股もいいかもしんないんだけど、厳しいんだよ本当に。この評価上げにねだいぶ時間を取られるんで。ビビちゃんがいるね。これはビビちゃんと練習しよう。追加、よしラブアワー。マネちゃんがいないんだよな。マネちゃんがどこ行った。マネちゃん少し上げてきますか。これはもう2球種でいいな。そうするとスライダー5にしよう。あとはコントロールコツがないんだよね。牽制、キレは取った。牽制取っちゃっていいかね。そうするとリリースもまあ取って、球持ちか。変化球が必要なのか。ドクター系は無理だよ。直撮りは緊急登板、まあ、こいつはあれだな、中継ぎか。中継ぎにしよう。中継ぎか中継ぎっていうのもあれだけど、評価上がってくれ。13上がってくれ。愛の結晶9か。ディレイドアーム、まあ、かなり掴んでくれたから。いやーもうちょっとね、怪物球威とねダークネビュラ失敗してるんで、ちょっとここはちゃっかりいきましょう。2つ失敗するのはねやっぱきついよね。立川、そうだな、立川もちょっと見直すか。そうするとスバルを見直してもいいんだけどねせっかく今野ちゃんを入れたんで。おー変えられてるスタミナが D だからな、それはしょうがない。
マネちゃんの評価を見よう。マネちゃんタックとか特に来てないけど、それはしょうがない。あーマネちゃん大丈夫か、意外に大丈夫だったね。ってことはあとはじゃあビビちゃんだったけど、デートしちゃったけどさ、練習しとけばよかったね。まあ空デートの可能性があるからね、早めに終わらせておくっていうことは全然いいでしょう。評価が上がんなかったから大丈夫か。もうとりあえず彼女関係は大丈夫だね。じゃあ練習していこう。コツをください私に。鳴宮くん奪三振が欲しいので、タイピン取った、打たれ強さ取った、勝ち運投資対強打者、キレは取った。勝ち運取ったよね、だって対強打者は、対強打者も取ろう。よし、ハイスピンジャイロはもうしょうがないから直取りするしかないでしょう。変化球だね、球持ちは取っておこう。こんなもんか。なるみやコツ頼む、練習会。キバか、もうちゃっかり行こう。球速145はちょっと欲しいな。今回ね左投手なんですよ実は。おーおーおお、何事もなく流れていく。小平君のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー出た、痛烈な、よし、危ない危ない、災害だ。俊英最低でも危ない、ファール投げました。よくぞ最後まで回してくれた。スタンドに入りました。ファール第3球はこれは外れた。ボール、これは完全なボールだ。なんだかんだで追い込まれてるからな。ストライク、高速スライダー、ボール、カウンター2ボール2ストライク投げました。ほら、いやこれは犠牲フライだね。ツーアウトランナー2塁という場面で小俣、最初のバッターボックス打ちました。初球、おお、さすがだ。俊英さらにゲームがあればあるほどいい。投げました、失投しやがった。スタンドに入りました。ファース第2球、今の持っていけなかったのが泣いたいな。打った当たりだ、これはヒットになります。俊英、まあ、とりあえず3点、4点になってる。ツーアウトランナー2塁という場面で、そして俺伊勢投げた、初球空振り、タイミング合いません。GG だからな、こいつはどうにもならん。こいつは危ない球、代打を送られなかっただけマシと思う。見送ってボール、カウントは2ボール1ストライク。さあ4球目打った、ライトへ行った、ヒット、伊勢ヒットを放ちました。俊英なおもチャンスが続いています。矢部君どうしようかな、もう強振にしよう、好調だし。第2球投げた、あー高速スライダーか。第3球はこれは入ってくるね、だいぶ濃くするね。1点取られた、しょうがない。俊英ダメ押しのチャンスを迎えました。ノーアウトランナー2塁3塁という場面、打ちの、さあここは勝負するか、それとも満塁策を取るか。投げました、ボール、外角高め、意外に打ってくれるね俊英。なんかカウントは2ボール1ストライク、野手でやってた時すげえ微妙だったんだけど、たまたまかな。俊英2点入りました。小平君狙ってこう、もうこれは狙ってこう。第2球投げました、打ちました、いい当たり、ダイレクトフェンスに当たった。俊英さあなんだかんだで俊英勝ったな。さてとあとはコツを回収しなくては。コツを、奪三振を、奪三振立川か、まっやっておきましょう。変化球ポイントもね足りてないんで、スカウトさん評価も足りてないからな。尻上がり、そりゃ俺別に先発目指してるわけじゃないかな。どうしようかな、これはコツ 12% なるみや、ちょっと奪三振欲しい。 12% いこう、練習会。これはどこだ、
マチェット、なんて言ってんのマチェットって。山形な、なんて言うのこれ。正式名称はハロルド・マチェット高校で、山形なとは関係ない人名。あー、そういうことね。有名人かと思った、全然違った。じゃあコントロールもいいやん。あー、でもやっぱ取っとこう、もったいないからな。特能に振っていきますか。尻上がり、なんとなく取っておこう。ディレイガンも、ディレイガンも結構軽いね。弾持ちが重いからか。要所精神っぽいかな、ちょっと足りない気がするんだけど、内角も取っとこう。火消しとかいいよね、かっこいいよね、火消しって。必殺火消し人とか金徳にならないかね。回復の金徳がまだ出てないんですよね。さあ先制のチャンスを迎えました。ガソリンタンク、いいね小平くん。新鋭追加点のチャンスです。ツーアウトランナー2塁という場面。強いな小平最大の。第1打席はセンターフライに倒れています。ケアいいよな。投手の時は相手にしたくないけどね。小平くんはね本当やだ。アベレージヒッターと内野安打持ってるんで、いいね。サクッと進んで経験点ももらえる。うわ、まあメンタルじゃ無理かな。ちょっと寝よう。激闘第一か。激闘第一はマジ二遊間が鉄壁すぎるからな。またちょっと特能を見ていきましょう。ドクター系直取りすることになるか。めっちゃ重いわ。3とはいえね、これ1だったらもっと厳しかったのか。他あないね。ということは、まあ、最後にコツが来ることを祈ってコントロールは置いておこう。だからやっぱり三股はね、コツの回収もちょっとできなくなるしな。みんなよく三股でできるな、すごいね。第2球投げました、打ちました、ピッチャー投手抜けた、朝原うまく真ん中を抜けてくれたっていうか、ここで俺かい。初球を打ちました、ヒットになります。俊英1点先制、矢部くんまで待っていたぞ。第9投げました、やばい。スプリットは本当やだ。2点取られた。しかも同点のチャンス、こういう時に限って俺という場面で、以前肩越しにランナー見た、投げました、打った、一二塁間、オッケーオッケーオッケー、打った。そしてまたやべ、やべ、今日はセカンドゴロとショートゴロ。うわー、打ち上げてしまった。右横のフライになりました。山は8番か。勝ち越しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で、全力ストレート、ここまで2三振と威力がありません。伸び持ってるからね。うわ、超いいところ投げてくる。投球はこれから3球目、もう低め、カウントは1ボール2ストライクです。投げた、もうカウントは2ボール、球種はね2球種しかないんですけど。第5球投げた、あーこれは完全にボール球だったな。最後だ、もうマジ最後に頼むしかない。今日はここまで3打数ノーヒット、しかも最後なんだ。最後だと思ってたら実況さんが打ちました。2塁アウト、ボッテボテになってしまった。なぜか勝った。2回戦を見事突破し、ありがとうございます。誰が打ったのか知らないけど、ありがたいことです。最後コツが来てる。これは選べということだな。奪三振かコントロールか。いやこれは奪三振でしょ普通に。コントロールとかそもそも来るかどうか分かんないし、コツ、やった、ありがとう。ここもちゃっかりいきますか。で取りましょう。ドクター K、
これはカーブもいけないか。じゃあコントロールは上げておこう。もう B でいいかな。球速150、よし。あとはエピローグ経験点で揃えていきましょう。やっぱね、ダークネビュラが取れなかったからね、オリヘン取れないと厳しいな。変化球は、お待たせいたしました。4番新鋭、同点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面でサイド、サイド第1打席はセンターフライに倒れています。投げた、打ちました、ピッチャー返し、あーっと、いい守備をしている。アウトです、1塁はアウト。投げた、初球から打った、ここは俊英、ここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー二塁という場面で打ちました。おー、抜けた。打球は三遊間へ。最近打撃がちょっとしょぼいな。ランナー一塁三塁となりまして、サインが、これは今日はセンターフライト、見逃そう。第2球投げました。これも見逃すか。ちょっとバッター追い込まれました。カーブが打ちづらいからな。投げました、しまった。打ちました、取った、三塁ランナー。今ストライク入ってたよね。振り遅れたけどしょうがない。犠牲フライにできただけでもよしとしよう。マスラジャーか。意外に頑張るね。そしてここで最後、肩越しにランナー見た、投げました。シュートか。ストライク、第3球、球種がね多いからね、こいつも西谷。次が4球目、投げました。入ってはこない。第5球投げました。おお、変してきた。右のバッターボックスは山脇。舐められてるぞ。お前の力を見せてやれ。変化球ストライク低め。まずは最後を経営させたことを思い知らせてやる。カウントワンボールワンストライク。投げた。アウトコース低め。ボール。結果カウントは乱れてる。西谷。打った当たりだ。センター。どうだ。これがなんだっけ、山脇の力だ。おら、よーし、いいね、パワー B。 なぜか勝った。え、これで経験点的にはどうなの。カラツマのね、呼び戻しが失敗してるからね、あれ200点入るからな。で、読み戻し用の経験点も含めると300ポイントくらい損してるか。エピローグ経験点は大丈夫なはず。ここのね、俊英1位はもう無理だよ。中継ぎにしよう。尻上がりとか持ってるけどさ、学校のクラスでさ、あれこいつもクラス同じとこじゃん。謎すぎる、このエピローグの状況が。だいたいさ、指輪もらってさ、他の人と会うときどうしてんだろう。コンノちゃんとかさ、指輪外すんだろうね。指輪つけてったらとんでもねえアホだからな。そうだ、 PSR お借りしたから経験点が高いで7300か。そうだね、まあ俺のデッキだと多分8000いけてかなり上出来っていうところになるのかな。意外に変化球ポイントがある。まずは特能だな、やっぱり絶対取んなきゃいけないもの、絶対取んなきゃいけないものはない、火消し取ろう。あとは変化球ポイントはな、無駄にしたくないからな。とりあえず覚えられる変化球は覚えておく。3球締め取ろっか。じゃあフォーク、フォーク100余るのか。100、ツーシームがあれか。ちょっと待ってね、フォークをじゃあ外そうで、カーブ、カーブで91か、残りがで、ツーシームを取って30くらい残るけど、変化球を使うやつ、黒ファイか。黒ファイね、
手応えはもうちょっと無理だな。あれフォーク、フォークにするといくつ残るんだっけ。最後めっちゃ悩んでんな。フォーク、フォーク107、パームにするとどうなる。パーム、パーム116で、でよ、あ、手応え取れねえ。何が足りない。敏捷ポイントか。うわー、これを取っちゃったからな。なんだっけ、牽制、牽制を取ってしまったからな。じゃあいいよ、ちょっと待って、パームじゃなくてカーブ、カーブでツーシームにしよう。もうこれでいこう。で30だと特に変化球ポイントは使えないけど、まあいいでしょう。あとはコントロールか、なんとなく A にしたい気もするけど、球速をもう少し上げたいな。151で、ちょっと待ってね、すげえ悩むな。コントロールを A にすると完全に技術がなくなるからな。上げられるだけ上げよう。で根性は、根性25必要なのか。伸びか、ちょっと待って、伸びね。せっかくコツがあるから1段階は取っておこう。で根性も精神ポイントだから取っておこう。あとはバント封じ、まだいけるね。で先制ストライク、これが一番いいかな。よし、で弾道上げとこう。弾道は大事。おお、 S5 か。中継ぎめちゃくちゃ不足してるからな。だからこれあれだよ、怪物キウイとダークネビラが成功してれば S6 も見えたよね、絶対。いやー、でも俊英結構いいかもね。ハマればいかに試験を100ポイントで通過するっていうところがやっぱりポイントだね。カラスマも失敗してるからな。ちょっと俊英投手やってみて、中継ぎとか更新していきましょう、これで。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。